シェアする走り、楽しそう。パイロットとパイロットの間を 900m のところを1周お願いします。しなやかっていう言ってましたけど、こういうことです。最初すごい硬いなってちょっと思ったんですけど、乗ってるとやっぱ純正よりも何でしょう、少しショックの受けとかがいいなって。気持ちいいな。いいなこれ。ハンドリングこう楽しいっていうか、こんな30キロとか楽しいの。いいねこれ。ね。BMX。すごい来た。もうね。ハンドル切った後に2、3秒経ってから車動くみたいな感覚があるんですけど、そういうのがなくて、段差本当ね乗り越えた時もピタッてこう収束する感じで。すごい乗ってて気持ちよかったですね。安定してるっていうか、しっかりしてたんで、乗ってても安心でした。まあ、しなやかっていうか、スピード出してもこう、なんていうんですか、左右にぶれたりしない感じで、もっとスピード出したいなという感じになりました。モデューロの 足が違ってるってことだったので、まあ、よかったかな。18インチの割にゴツゴツしないですよね。今もガタガタって思っていい感じにしますよね。路面の凹凸の拾い方が丁寧というか、自然に逆にもうなんか踏ん張ってるっていうのがよくわかる。気持ちよかったです。ありがとうございます。本田さんっていいですね、こういうのやってくれる。本当いい感じでびっくりしました、思っていた以上に。本当でも足回りですね。あ、すごい。本当に、ね、マンホール越えた時が、あーなるほど、全然ほんで超えたのかなぐらい。そうそうそう、助手席でも分かる。いやー楽しい時間はすごいあるな。四輪の接地感がすごくあってすごく乗りやすい。普段乗る車だとちょっと硬いんかなって最初思ったんですけども、そういう味付けではなくてすごくしなやかっていうような印象を受けました。車酔いしやすい人は本例だったら酔わないかなっていうぐらい安定してたので、あんまり横地とかもそんなに感じすぎることもなくて、流されなくてすごい楽に運転席以外でも楽しめる車だなと思いました。段差の乗り越えなんかの収まりなんかもやっぱこうピタッて止まるような感じがして、量産車とはちょっと違うのかな。いい印象を得ました。でかい車だと余計今のうねりのところなんかは結構揺られないっていうか振られないっていうか戻しがないっていうか。
純正のパキンってなんか折れちゃうようなロールが鈴木が、すごいですね。修正していただいて、入れたのかなと思ったら全然修正できますね。軽自動車でっていうふうに初め思ってたバカにしたんですけど、とてもええ感じだと思います。楽しいですね。フロントの入りがすごくいいので、思った通りに入ってくる感じがすごく良かった。グリップしますね、本当にもう、水すましの動きをすごく面白かった。ハンドリングも本当にシャープで、やっぱモジュールがいいなと思いました。車でいうとなるとやっぱ全然違いますね。よく曲がるし、なんかもう付けもよく安定してますね。いや本当に楽しいの一言です。いいっすね。本当面白いです。面白いですね。特に行動であんまりスピード出ないって面白いんで、すごいですね。ビターっとくっついてて、はい、わーすごいすごい。粘る感じが、速度が低いと結構硬めに感じるんですけど、やっぱり上がってくるとすごいしなやか、ロールして本当にあの四輪がすごいちゃんと設置してる感じっていう感じで、はい、よかったです。結構ロールはするんですけど、ロールうまく使ってこう荷重移動ができる感じ。いや、かなり軽快でびっくりしました。ロールするときもあんまり不安がなくて、狭いコースなんですけど、思った以上に楽しかったです。すごくあの曲がりがいいので楽しく運転することできました。緊張したけど、普通のノーマルのものなのでエアロパーツすごく気になりました。食いついてる感がありますね。楽しいです。これすごいいいですね。ありがとうございます、はい。走りを追求してるんだなということで、やっぱりそこはちょっと興味持てますね。足が硬いんだけどしなやかっていうか、普段使いもできるし、こういう走り方でも全然ぴったりはまるというか、そういう感じでした。普通、無限とかそういうのがすごいのかなと思ったんですけど、意外と足回りもしっかりしてるので、ブレーキもよく効くし、随分違うなと思いました。市販車に毛の生えたぐらいかなと思ったんですけど結構足回りも固めというか、 でもそれなりに乗り心地もいいしで、よく考えて作られてんだなっていう感じがすごいしました。ちょっと変えただけでこんなに乗り心地とかが変わるんだなっていうのは、初めて分かったので、なんかちょっと新鮮でした。もともと車のトータルバランスみたいなものを見てるなという感じではあったんですけども、今回乗せていただいてますますそういう印象が強くなりました。もともとモデュールだとこうスポーツのイメージがすごい強かったんで、今日 N1 乗った感じだと本当にこういろんな人が楽しめるなとかいう、なんかとんがったイメージがちょっとなくなりましたね。街中の市場と違って、S660とか自由にある程度乗れたんで、そういう意味ではなかなかない機会だったんで、すごい良かったなと思います。一般人の方にこういう体験していただけるというのは、本当すごいいい体験で今日味わわせていただきました。もう最高ですよ。もうマックスですよ。テンションマックスです。ね、本当、なんて言葉伝えていいのかちょっとよく自分でも分かんないんですけど、もう感激です。モディード最高！素晴らしいイベントでした。もう本当に、もっともっとこういう機会を本田さんっていうかアクセさんに作っていただければなと思います。なかなか普段モジューロの製品とかも試乗とかできないじゃないですか。なんで本当にこういう機会を作っていただいて本当にありがたかったです。何もかもがびっくり、めっちゃ楽しませていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございましたまた来たいと思います。そうですね、モデューロ最高モデューロ最高モデューロ体験会、僕もこういったイベント初めてだったんですけれども、参加者の皆さんと、一緒に、楽しむことができました。改めて、アクセスさんの製品の良さというものを僕も非常に感じました。さあ、いかがだったでしょうか。モデューロ試乗会、
なんと今まではね、マスコミの皆さんとか、そういった本当にあの報道関係の皆さんだけが試乗できるという環境だったのをモデュールから変えていこうと、本当にあの車がホンダ車が欲しいとか、モデュールのサスペンションエアロってどうなんだと思ってる方たちが、今日日本中から、370名も応募してくれましたけれども、50名しか、本当に呼べなくて申し訳ありません。こうやって本当に実際に乗っていただくとエアロの良さだとかサスペンションの良さ、あとは質感の高さ、乗り心地、そういったものが自分の目と耳と、脳で感じていただけたのではないかなと思います。こういう機会を、ね、どんどん増やしていって、あモデューロって本当にちゃんと作ってるなっていうものを実感していただきたいなと思います。今日は皆さんありがとうございました。